こんにちは超クリエイターのオグスケンジです総合格闘技で身につけたビジネスで成功するためのポジショニング術についてお話をさせていただきますはいビジネスこそですねポジショニングなんですねそれが9割と言っても言い過ぎではないと思いますはいでビジネスで成功することはですね簡単でですね売れるものを売る お客さんが望んでいるものを売ること、ただそれだけなんですね。はい、逆に言うとですね、うまくいかない人はですね、ポジショニングが間違っているんですね、はい。簡単に言うと、売れないものをですね、売り方で売ろうとしているんですね。よくですね、マーケティングだとか、ですね、営業なんだとか、コミュニケーションなんだとか言いますけどですね。 これはですね、すべてですね、売り方なんですね。はい、ポジショニングや選択ではないんですね。努力になっちゃってるんですね。で、この方たちはですね、なぜ売り方を学ぶのかといったらですね、簡単に言うとですね、売れないからなんですね。というかですね、売れないものを売っているからなんですね。はい。もっと言うとですね、選択というポジショニングが間違っているので、 売り方で売ろうとしている間違った努力の方向にねです、ね、向かっていってしまってるんですね。はい、でこの講座ではですね究極的に何をお伝えしているかというとですね努力よりも選択なんだといことなんですね。 格闘家なんですね、はい、総合格闘技、元世界にそしてですねブラジリアン柔術ねアジア大会優勝というですね経歴があるんですけどそこで学んだですね身につけたですね兵法ですね孫子の兵法という方もしますけどですねそれを応用してですね ビジネスに応してですね全国組織、北海道から沖縄まであるですね全国組織を作ったりとかですね資格を作って発行してですね全国で1600人以上の方に受講していただいたりとかですね接骨院も経営しているんですが接骨院というのはですねコンビニとですね同じぐらいの数あるんですけどその中でもですね全国トップクラスのライン数を誇る接骨院を作ったりとかですね、まあ、ジムもですねやったりとかしたんですけどはい こういったことをですね、総合格闘技でブレジリアンジュースで身につけたでさまざまなジャンルでトップに立つことができたですね、ポジショニング術をですね、お伝えをしていきます。で、そうすると、ですね、いついかなる時代、状況でもあってもですね、正しいポジショニングを取る方法というのをです、ね、あのお伝えしております。で、ポジショニングについてですね、もう何回かに分けてですね、お話、講座を持っていますのでですね、そちらもですね、ぜひです、ね、受講していただけたらですね、良いかなと思います。 えー、格闘技でもですねこのパンチ、キックがあるわけですねど、ちょっと打ってきてもらっていいですか、ね、こういうふうにです、ね、ほっといたらです、ね、でどん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 やられちゃうわけですけど、はい、そこでポジショニングを使うと、ですね打ってきました、そしたら、ですねこれがポジショニングになるんですね、はい、相手の横につく、そうすると、この状態からですね出せる技はないんですね、さらに後ろに回る、はい、そうすると、全く使える技がないけど、僕は使える方だいですね。はい こういういうにですね、総合格闘技ブラジリア・ジュリーズ格闘技で身につけたですね、ポジショニングを応用してビジネスに展開していくというね、お話をね兵法を使ったお話をさせていただきます。